はい、皆さんこんにちは、ワンダリクルビッシュです。では今回は帝国と決断3パープキとセガサターンバー第二次ソロモン海戦後編を続きしていきたいと思います。前回はですね、アメリカ軍の空母機動部隊、これと交戦して、残念ながら一隻空母を失ってしまうという、そういう厳しい状況に追いやられてしまったので、空母を失った分、どうやってこの作戦を完遂するかというところなんですが、ラバウルとライリ急遽航空隊を増強させました。具体的な増強内容ですね、簡単にご紹介しておきたいと思います。まずですね、冷戦の数をドカッと増やすのと、あとですね、意識の立候、これも増やしました。そしてやっぱり策敵が重要だなと、今更分かったのかというご指摘あると思うんですけども、改めて策敵の重要性追加しましたので、零式の推定などの偵察機、これの数を増やしています。で、空母にもですね、今まで小核追核と2隻の正規空母体制だったものが1隻だけになってしまったので、その1隻の空母に航空機を集中運用するために、航空機の数、空母1隻あたりのそもそもの搭載量を増やしています。では時間を進めていきましょう。まずは敵の艦隊、あるいは潜水艦隊の位置、これをねしっかり確認しておきたいと思います。龍城ももうあんまり残念ながら航空機の数が残っていないような状態なので、一度ラバウルあたりに戻して航空機補充してもいいかもしれないですね。で、肝心のガダルカナル、ここに関しては基地航空隊を使います。第五航空艦隊、空母一隻しかいませんけども、これを出航させました。代わりに龍城を一度ラバウルに戻して、ラバールで航空隊を補充します。さあ、アメリカ軍の、これは間違いなく空母機動部隊ですね。これから攻撃機が第4艦隊ですね、戦艦1、巡洋艦2、駆逐艦10というところに向かってきてます。幸いにですね、陸戦隊はすべてガダルカナルに下ろすことができているので、ここはもう艦隊の保全に全力を尽くしましょう。つまり逃げるということです。ここで艦隊戦力をね、ちょっとでも温存して、できれば敵の空母に直接砲撃戦で挑んでいきたいなって、そういうところですよね。では逃げます。ひたすら逃げましょう。では、ラバウルの基地航空隊によるガダルカナルへの空襲、これを行います。航空隊76機ですね。今、ガダルカナルには海軍の陸戦隊と、アメリカ軍の守備隊が激突中なので、これをまずは支援していきます。しっかり敵の陸戦隊で削っていきましょう。決してもう数がむちゃくちゃ多いという数ではないんですけども、ちょっとでも敵をやっぱり削っておかなきゃいけないですからね。これでどれくらい削れるかですね。3ですね。残り3。このまま削っていきます。ではちょっとここからは陸戦隊にも指示を出していきましょう。もう敵の残り守備隊の数だいぶ減ってるので、ここはこの守備隊に全部隊で強襲をかけていきます。さあ残り1、これを削り切ればまずね
守備隊のうち一つ、これを壊滅させることができますね。よし、壊滅。もう残り敵の数、さらに減らすことができたので、次の基地航空隊による爆撃で完全に壊滅させたいですね。残りの敵守備隊の数、その数5です。では、最後の一撃ですね。空母から攻撃隊を出して決着させましょう。まあ、残念ながら空母、昇格を失うという結果になってますけども、まだ随格残ってますからね。これを使って残っているガダルカナルの基地守備隊、これを壊滅させていきましょう。爆撃によって敵が混乱したので、この機に乗じて数を減らしにかかります。残り2。もう本当にあとわずかなところまで来ましたね。はい、敵の守備隊、全滅させました。ガダルカダル、攻略完了です。まあ、1にも2にも心配なのはやっぱり、アメリカ軍の空母ですかね。3空母を完全に取り逃している状態ですから、まあ確かにガダルカナルは取り返した。ヘンダーソン飛行場、これをね、奪還したと言えると思うんですけども。まあせっかくなので、アメリカ軍のね、空母、これを叩く作戦へと、ちょっとこの後変えていきましょうか。ガダルカナル基地、奪還です。では、まあ一応ね、今回の目的、このガダルカナル攻略ということなので、一旦、シナリオ上のイベントが発生してます。時間が経てば経つほど、米軍に有利になると。まあこれはもう間違いないですね。さらに今回我々は空母を一隻失いましたからね。確かに、ガダルカナルは奪還しましたけども、ミッドウェーで4隻喪失に加えてさらに1隻喪失したということで、どうなんでしょうね。真珠湾攻撃に参加した6隻の正規空母のうちも残っているのは随格のみという状態になってしまいました。ではアメリカ軍の空母、機動部隊と激突するところまでこのままプレイ続行しましょう。はい、ガダルカナル島周辺艦隊やあるいは基地航空隊を出して捜索してるんですけども、敵の空母、これ発見することができていないまま4日間が過ぎてます。まあおそらくですね、このガダルカナル奪われたことによって、まあ米軍の方は機動部隊を退避させたと思いますので、今回はガダルカナル島を奪還成功ということで、プレイを終わりにしたいと思います。もう2、3ですね、この史実の海戦のショートシナリオをプレイしてですね、しっかり感覚を取り戻したら、いよいよキャンペーンモードもやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。では今回はここまでにさせていただきます。